ボクシング漫画、はじめの一歩で知られる漫画家の森川ジョージ氏58が20日までに X/QTwitter を更新、セクシー田中さんの原作者で漫画家の芦原日奈子さんが急死した問題をめぐり、テレビ局側と原作者側との間で交わす契約書について試験を述べた。 森川氏はこれまで、原作をある程度改変するのは当然のことであり、改変なしのメディア化はありえないことですとの見解を示し、原作者と制作サイドの間に第三者が入って契約を結ぶ制度を整備するべきとの声については、契約書作成が話題になっていますが、自分は慎重派です。お互いを縛り、現場の活力を奪うことになるかもしれないからですとの考えを述べてきた。 今回、セクシー田中さんを放送した日本テレビが26日定例会見を行い版元の小学館や足原さんとの間で制作の詳細についての契約書を交わしていなかったことを明らかにした森川氏は報道記事を貼り付けかばうつもりはないが改変なしのメディア化はありえないし根幹を変えない契約書とは何ぞやという気がする それを言語化し書面化することができるのだろうか事前に対面で医師の疎通を図ることを最低限とするくらいしか思いつかないと改めて契約書の必要性に懐疑的な見方を示した私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです著作物を取り扱うにあたり契約書は必須だと思う 契約書に記載することは映像化の制作にあたり著作権者がどこまで関与するのかを明記することが必要だったと思うこのシーンのこのセリフを変えることを許諾するしないという契約書は必要なく今回の件だと原作者の了承が得られていない脚本の使用及び演出が行われないことということが明記されている契約書が存在していることが原作者の望みだったのではと思う 漫画からアニメに、というのならまだしも実写化となれば全く改変なしはさすがに不可能と言っていいでしょうしね。シーンカット等も改変であるとするならなおさらです。根本的な問題はそこではなく作品の意図を原作者以外の人が勝手に変えない代弁しないということであるとは思います。逆に改変がなされていても原作者側から不満がないパターンというのは。 作品の根底を制作側が理解してくれていてその上で作品の次元に合わせて表現の変更をしているとかそういったことである気はしますねアメリカでは映像化する際に原作者と何十枚にも及ぶ契約書を作成し合意に至るまで何年もかけると聞きました日本は面倒なので手抜きし問題が起きたらその都度協議やり方には 一長一短あると思いますが契約書を作成しお互いの合意のもとに映像化するのが本来のあるべき姿だと思いますまさに根幹を変えないと書いた契約書を結べばいいんじゃないでしょうかさらに原作者の了承を得るプロセス原作者が了承しない時の契約解消とその事前通告期間 契約解消した場合の面積と契約違反をした改変を強行した場合の賠償、あるいは原作者が故意にドラマ制作を妨害したとみなされる場合の措置、責任者の役割分担、契約内容の履行に争点が発生した場合の話し合いと解決しない場合の仲裁、あるいは裁定担当裁判所などを記載すればいいと思います。さらにできれば、ストーリーの骨子とメインテーマ、書きたい心情。 最低限登場させるキャラクターと追加キャラクター導入の可否それらの性別年齢等の変更の可否メインキャラクターの性格設定ストーリーの舞台となる場所時代の設定などを不足として加えればいいと思いますある程度経験を積んだ作家や編集制作のクリエイターなら契約書のひな型を作ることもそう難しい話ではないと思います